はい、見よう、ここ。はい、いいよ。はい、いい。お願いします。はいよー。はい、ゆい、ランスリー、メルセン、お願いします。お、はい、さらによー。お、ゆいはいいよ。はい、鉄8月21日、みよ、ランスリー、メディスンボー。はい、オッケー。はーい、さな、もうちょい肘もっと前、カノン行きます。はい、カノンいいよ。お、大バブ、よかった。このポジション覚えておく。はい、もう座って行きます。みよ、もうちょい、もう10センチぐらい肘前の方だといいかもしれない。はい、いいよ。よし、岡田。よし、ゆうに行きます。はい、ゆうといいよ。お尻入れな、お尻入れなよ。ゆずな、もうちょいだ、もうちょい、もうちょい下からだ。右足外側側がもっと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 狭く、もっと狭く。いい、行きます。はい、ジン、肘ごと前に出すんだよ。はい、はい、ゆうと、ゆず、右足外側の時スタンス広いな。右足の時もう少しスタンス狭くして体の下に突き入れた方が入る。はい、ジン、肘ごと前に出すんだよ。はい、はい、ゆうと、ゆず、右足外側の時スタンス広いな。右足の時もう少しスタンス狭くして体の下に突き入れた方が入る。板の面の鉄板が取れてしまいました。何言ってるか分かんない。もう一回お願いします。板の面の鉄板が壊れてしまいました。はい、わかりました。鉄板が、はいよ。引っ掛けててない、自分でいたずらしたんでしょ。板上げてくださいって言って上げて、壊れないようにすれば、ここで引っ掛かってベリッ。はいよ。よし、どんどんお前たちはすぐ練習、休んでる暇ないよ。はい、はい、リバくんよ。はい、コータ、もう一回行きます。お願いします。はいよ。はい、アリスよ。はい、モモ。はい、肘の位置しっかり前ね。はい、はい、アリ。
このぐらい。そっち行きます。お願いします。はい、オッケー。肘しっかり前に出しましょう。手上げすぎ。そこじゃお腹に力入んないよ、ゆず。お前らどんどん行け。はい、行きます。お願いします。オッケー。さつき、一番で内側、腰、もうちょい。もうちょい。これあるか、手の位置が違うでしょ。肘ごと前に出す。はい、体勢よ。はい、ゴーよーこういったそのときに後ろになるかもしれない。ここは、足がはい、タク一回、内側の手の位置もっと前にキープして体回さない。手の位置しっかり前にキープしてフォールライン向けたまま。はい、ゴー、はい、ここで股関節を入れて、うまく体を入れる。はい、シュート OK。 今のいいよ。前前前前キープして、そう、そこキープして、よし、後ろ行きます。はい、分よ。タク少し見れるようになったわ。はい、体勢よ。よし、どんどん行っていいよ。はい、体勢。はい、ランよ。もう少し内側の手、高さキープしたい。ちょっと低いから。いやね、少し良くなったわ。考えてるか。ちょっと考えてる。ちょっと行きます、お願いします。はい、オッケー。まあや。ランスリー。お、少し我慢したな。外側ちょっと意識しろ。それでやっと。かわいい。はい、オッケー。よし、どうした、前や。あ、前喧嘩ポーズだ。あよー、どうしたんだっけ。はい、見よ、メディスンボール。10センチ手の1枚。いいきます、お願いします。あよー、はい、よい。はい、いきます。変えたんですよ。はいよ。変だな、落としてもらってどうか。まだダメ。はい、今日もさっきは変だな。でも、1、2のこっから落としてもらって。はい、カノンよ。変だな、わかるかな。もっと変だなと思ったの。だからもう下まで。
よし、我慢しろ。はい、ゆず、オッケー。はい、オッケー。あれ、どこ行った？行きます。はいよ。カノン、だいぶ良くなった。足裏の土踏まずぐーっと押し込むの忘れないようにして。次行きます。ユズナももう少し。ゆうと仕上がってんね。はい、深めに。はいよー。チンどうですか？はいよー。ちょっとなー、ぐーっと下げるのかな、お尻が。はいよー。コート足裏ぐっと入れろ。お願いします。はい、ゆずきよ。はい、りわこ。もう少しこのターンの前半の4、5の指導から1番入るときのこの X 脚が内股になるのが嫌だ。お願いします。はい、オッケー。よし、もも、お尻グルート使って、お尻使って、よし、さつき行きます。お願いします。はい、さつき、オッケー。アリス、ここだ、ここ。ちょっと内足がまだ。これから行きます。お願いします。はい、オッケー、さつき。お尻使って、使って、よし。あ、さつき、これか。はーい、来いよー。こう、前に突っ込むな、前に突っ込むな、前に突っ込むな。はい、こう。はい、体勢。右足外側から左に入るとき、腰の向き気をつけましょう。はい。ターンの後半3番から4位行くとき、次の方向に顔を向けすぎないようにしよう。はい、我慢しろ。はいよー。まあ、5今の良かったよ。はいよー。やっぱこの肘が曲がってオーバーができないんだな。はい、オッケー。知ってねえもん。もっと縦気味にターンすればいいじゃん。縦気味でターンすんの。ラインよろしくお願いします。はい、ラインよかったよ。お茶まんべのエース。お願いします。センター。お願いします。
やっぱり意識が外なんだよな前半に。はいよー、そもそもまっすぐ持ててねえもんな。まあ、どこ行きます？はい、センターに持っても背中ね、背中しっかり立てて。はい、うちはまあまあ、あとは彼氏だけだ。彼氏できれば2秒早く。はい、行きます。はい、オッケー。ちょっと低い方がいいな。この行きます。はいよ。はい、譲ないよ。よし、カノン行きます。はいよ、譲ら、右足グーッと入れろ。ここは、うん、行きます。はいよ、カノン、ベリーグッド。よし、だいぶいいよ。行きます。いいですもん。おお。はい、オッケー。よ。うん。怒ってどこ行った？リアコ、4番から次5の指導から1番の前半行くとき内足もう少し入れちゃって。はい、ももおー、そうだ。うぃー、うぃー、お願いします。あり、右足外側運動機の外腰でよ。外腰ね、開かないように。え、ゆずき。はい、さつき行きます。はい、さつきよ。お願いします。はい、ごいよ。ほら、スタン狭くしろって。はるか、いい加減。はい、タク、一回フォールラインに向けて手動かすねよ。下にずっと残せ。はい、体勢良くなったよ。
ショートいきます。はい、OK。 ほら、ここで揃えるな、足を。ほら、ここで引きつけるな。タク、まだ外スキーを一回引きつけないのよ、内スキーの方に。そこで体が、私ラインします。はい、ランよ。お願いします。はい、前よ。花行きます。はいよ。浅いターンしかできないし、大きなのが全部壊す。そういうふうにつけない。上半身を下に向けたまま、それを行きます。はい。はい、うちゃんよ。はい、ふたば。持ってる時間少し長めに、両手で持つ時間。はい。ストックの向き軸だよ。よし、今度内側の手ね。内側の手出した時もストックが斜めにならない。ストックのまっすぐさと体の軸をしっかり表現して、で両手で持ち替えた時に両足。よし、入ってよ。そうだ、これ入ったね。軸もしっかり。はい、とベリーグーです。素晴らしい。ちょっとステンレスの板じゃないからスキー滑んないけど、低速でもしっかりやるんだよ。はい、はい、バブちゃん、大バブ。サナ行きます。はい、サナよ。めっちゃ意識してるわ、テクニカルの石塚でも。石塚でも。カナ行きます。
い、ゆずさんいいよ。はい、ゆずさん、ただ持ち帰るんじゃなくて両足の時間長くね、両足の時間。よし、カノン、カノンさ、外側の首、耳をこう外側の肩にこうやってくっつけるぐらいこうちょっと傾いてけてみんな、次やるとき。もう一回、はい、人、お、いいね。そうだ、ここでグーッと。もう一回行きましょう、お願いします。あら、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 はーい、いいかい。外側の手で持ってるのを体の軸として両手で持ち帰るとき、しっかりフラット感出すこと。ゆうとなんか早いんだわ、多分。ゆうと全然取れてないよ、出るのが。はい、もものやつは違うよ。内側の手は腰っていうミーティングしたしょ、朝。はい、ゆうこ。はい。もう少し体の、まあ、センターで持ち帰ろう。そこでニュートラルしっかり出す。ももかに上げないとダメ。はい、サツキいいよ、オッケー。両手で持つ時間少し長くしよう。両手で持つ時間長くとって、はい、いいよ。両手で持つ時間をしっかり、フラット、ニュートラルを出しましょう。はい。この軸を表現すること、ストックがまっすぐであることね。で、両手で持ち替えたとき、フラットの時間を少し長く取りましょう。はい、5、3番、4番だよ。はい、足しよ。よし、5、いいね。そう、持ち帰る時間もうちょっと長く欲しい。それでお尻が上がる、お尻がグッと上がる。そう、はいよ。はい、タクよ。両手で持ち帰る時間少し長く両手にしましょう。フラットの時間をしっかり作ること。内スキーが全然使えてないから、内スキーをもう少しオンラインに向けてグーッと倒したりで、ポジションがもう全然全然内側じゃ、前だよ、前前に。はい、文ちゃんいいよ。両手で持つ時間長く取りましょう。はい、いやー、こういうのやっぱ下手だな。いただきます。はいよ。はい、分しろ。いやー、傾いてんな。いただきます。はい、固定よ。タク、内側の手は腰でよ、両手でも。はいよー。はーい、肘をしっかり前に出してストックはまっすぐキープすること。両手で持つときに両足をしっかり雪面を捉えること。はい、いただきます。
いやータクとランは本当に話聞いてねえよな。手腰だよ手腰。はい、内側の手は腰だよ。マヤです。外手もう一本やりますか。マヤ内手でいいよ。なあね、みんなのやつ、はい、リフトの上で見てさ、内側の手腰やってるじゃん。なんとタクだけだよ、内側の手腰じゃないの。だから一回で覚えろ。よし、入っていいよ。お、だいぶ手の位置ドラッグ気味だ。鼻いきます。あれの方がいいな、ドラッグ気味の方が。あよー、オスのセス。鼻いきます、お願いします。もっと内側なんか高くなんねえかな。はい、うーちゃん、もう少し本当に縦になるぐらい、縦になるぐらい外にグーッて意識を置いていいから、はい、外だね、それあいつだな。反対だあ、もう内藤してるもん。蓋は行きます。蓋は、あの、踊ってる人の手逆だからね。棒踊りあいつ多分気づいてないと思う。マヤのメモしてる。マヤ悪い。マヤ合ってますか。マヤ。次に行きます。はい、見よう。オッケー。左の肘がな、はいよー。もう一本、もう一本行こう。もう一本リベンジ、はい、東京リベンジャー。ひどいな、こいつも。お、うまい。はい、ゆうと、ゆずな見て、内側の手を高くして、必ず横にしたときにお尻を一回高い位置にするんだよ。ただ横にするだけじゃなく、前に、前に。はい。このままパッと入ってきて。お尻が近くなくても、ここが、ここから腰の位置が上がって、ニュートラル。はい、いきます。はい、読みよう。よし、カノンとユズ、もう一本同じの行きましょう。まっすぐにした時にもう少しお尻を前、頭の位置前、お尻がしっかり上がること、横にした時に、ね、どうしよう、このバネみたいにビヨンと。よし、おみやる。おいよ、よし。はい、次もう一本同じのやりましょう。もっと前に上がる、横にした時に前だよ、前。ここ戻す時グッと前行け、そう、もっと前。お尻、頭、背中がずっと前に上がるんだよ、前に上がる。ユーズの手の位置高いな。まだ2時間あるよ。もう一回。自分が思ってる以上に低くした。そしたらもっと上手くしたら繋がるから。
出た、やっぱりこれ外側手の人いた。盆踊りじゃないんだから。そもそもほら内側の手が上だよ。ほらほら、だから後ろの人はほら後輩もう全部アリスの真似してきてるでしょみんな。ほら正解いきます。アリスに、よし、こんにちは、はいよ、まっすぐ、そう、はい、オッケー。しっかりフラットに戻したときにお尻を前に上げましょう。お腹がぐっと踏ん張る感じ。はい。そういうふうに使う。どうバランス取ってるか、バランス取ってる。要素だ。そう。行きます。ゴーの見て、ゴーのゴーの。はいよー。前に行け。ここが足りないんだよ。ここぐっと上がんないんだよ。あよー、しっかり前に上がれよ。フラッ、まっすぐにしたときに。はい。ここからパッとロープしたときに、下の後半パッと変な。ダーク、何やってんだよお前は。お前は何やってるダーク。何やってんだよダーク。タク、ねじりが足りなくてただのフロントキープになってるぞ。みんな縦にしてるよ。もう女子の中でも一番ひどいぞ。こういうグッドなんだったら力を入れてるけど伝わってない。ハイト行きます。はい、ハイトよ。おお、シュートよ。前に上がれ。重さが出る前、前、もう一本同じの行くよ。もう一本手逆だ。押すようにこうやって割れちゃうよ。はいよ。頭考え、バーン、バーン、お願いします、お願いします。おいらん、よっ、これぐらい前逆力がつく、ういロマンスじゃないんだけど、ロマンスを前を出しながら沈めながら、ギョン、奇跡起きろ。おお、よし、もう一本同じのやろうよ大使。もっとぐ最後まっすぐに戻すときにもっとお尻グーッと前に出したい、出したい。はい、行きます、お願いします。もっとバネ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 、ビュッ、動かしたら溜まれた。もうちょい肘前に出ればな。よし、でもさっきよりいいな。はい、オッケー。よし、ミオ、ビデオ見るか。はいよこのドラッグ感がいいね。よし、体勢いきます。はい、体勢いいよ。肘の位置忘れんなよ。肘の位置をキープしたままのフリースキーだからね。はい、よしよし。はい、タク、タクもそう。さっきの肘を前に出した位置でのフリースキーだからね。よし、ゴーいいぞ。はい、ゴー、引いてなかった、めっちゃ良かった。もう一本やってフリースキー、休憩しよう。これ肘立てんなよ、肘。
はい、ぶんちゃんいいよ。手の位置はさっきと変わらないよ。普通のフリーじゃないからね。はい、シュートよはい、大使よ。手の位置はさっきの手の位置のまま。お願いします。はい、交代回。手の位置はさっきの手の位置のままだよ。はい。はい、ラインよ、オッケー。コーター、手の幅、手首を返すんじゃなかったっけ。お願いします、お願いします。チャレンジしてる感じがどうですか。だからちょっと、だいぶ肩に下に沈まなくなってくるんですが。はい、アームワーク。これうーちゃん、よし、2度もだいぶ、はい、行きます、お願いします。よし、休憩15分。はいよ。このギュッていうのかな。よし、双葉ちょっと休憩しよう。双葉良くなったよ。肘だ。マヤ、マヤ出ちゃう。お願いします。はいよー、ゆい、はい、カノンよー。よし、打ち手、打ち手だ。いきます。足よー。飲み行きます。はいよー。よし、カノンだいぶ良くなってきたわ。やっぱり手の位置幅ちょっと広げて、手首返して、そのフリー少しやった方がいい。はいよー。次行きます。よっ、なかなか迷ってるからね。よし、ちょっと休憩しよう。15分ぐらい水分取って。
して休止を置いて、その腹筋を立てた15分ぐらい休憩しよう。塩分チャージ食べて。よし。スタート行きます。ゆず、手の位置、手の位置。内側の手の位置ももうちょい幅広くてもいいんじゃない？はいよー。よし、ちょっと休憩しましょう。15分ぐらい。ねえ、行きます。はいよ。はいよ。普通のフリーじゃないよ。肘をしっかり体のラインより前に両手をキープした中で。はいよ。あ、リワ君また戻ったな。さっきよかったのに。はい、行きます。お願いします。はいよー。よし、休憩しましょう。15分ぐらい。リュウア君、また戻ったじゃん。さっき良かったのに。はいよー。よし。よー、また広くなった。広くなったからもっと。はいよー。めっちゃなんか裏動くな。距離が。